こんにちは、チョメです。チョメ動画投稿。ちょっとね、エラーにいっぱいなったので、テストでちょっとね、やってみましょう。回線落ちしたらすいません。一応謝っとこう。フレンドさんの可能性もあるから。今はね、2020年の3月のね、20日ですね。時刻は8時になりました。動物の森のね、発売が私の場合は9時なんですよね。普通にゲオでね買うからね。でちょっとねリアルタイムアタックの動画投稿の撮りたかったんだけどちょっとそういう余裕がなかったから、また今度そういうのはやろうかなと思っております。操作とかもちょっと下手だけど、ちょっと画面を見ながらとかエラー状況とかを見ながらやってるからね。よいしょ。わあ、人は増えるかな今ね、オンラインのフレンドさん1名しかいなかったからね、普通にもしかしたらいないかもしれない。当たる？このコーラ当たるか。あ、今のところエラーじゃないぞ。ちょっとね、改善したのがね、私2階でね、やってるんですよ、マリオカート7ね。でそこにね、ルーターが1階のね、階段のところにあるんだけど、そこの間に何て言うんだろう、掛け軸みたいなやつとかも結構ねあるんですよ。こっちの方行こう。こっちにいいな。こうやってほら左にね、トゲの被弾でなっちゃうから、左の方で行ってきちゃったらトゲ受けて落ちる可能性があるからな。普通にこんな感じ。あとワントゲ出たら負けるって感じかな。でその掛け軸みたいなやつを取りました。試しに取ってみました。てか今のコーラどこで消えた。回線もあるのかな。でもちょっと見直そう。赤コーラ投げられてた。ちょっと解説のやつ見てたけど、あやばい、落ちちゃう。危なかった。さあエラーにはなるのでしょうか。ちゃんと走れてるのでしょうか。生放送ではここで落ちちゃったんだけどね。いやー、 3DS のね回線不調の理由は分かったわエラーにならなかったから、まあ油断は禁物だけど、まあ要するにね、ルーターとの間に障害物を置くなってことだな当たり前のことだけど、私実家なんですよ、住んでるところが。だから突然ね、置かれたりとかする可能性があるからね。気をつけなきゃいけんな。みんな早いね。キノコ持っとった方がいい。うわ、うまいね、みんな。みんな早い方通ってるな。どうしよう、これ。いやー、交換しとけばよかったかな。あー、カコラ持ってるよ。おぉ、潰してもらおう。潰してもらった。出とこう。あー、ヨッシーも潰して取られるか。うわー、おぉ、消えた。これでする人や。あーマジでマジか。いや、バナナにも気をつけにいけんかったからさ、普通にチキっちゃったな後ろのノコノコさんのやつとかも怖いね。お、ちょっと失敗した。失敗したおかげで追いついた。さあいいやな。どこのアイテム取る。そっちか。キノさん来て。赤さん来たうーん、装備しとこうかな。装備しとこう。さあどうする、どうする。私まだ前にはいかんな。ちょっと最後にね仕掛けよう。バナさんとか出たらあれだけど。あー、バナに1か。トゲ来い、トゲ、トゲ来んか。ここ水中だから追いつけると思うんだけどな。ダメか。危ない危ない。投げとこ。よし、これで当たるぞ。1位のヨッシーに。それで、あー尻尾か。ダメか。てかカニやられたか。あ、後ろに投げた。うん。まあ、私に当てても、あれだったもんな。あ。3レース目は、ウーフーアイランド1です。いやー、いいね。今のところ、エラーにはなってない。で、時刻は8時16分になりました。まあ、あと1レース走ったら、ゲオン行こうかな。うわー、ちょっとみんな遅れてる。ちょっとラグい。あれね、みんな遅れてたから、私がラグいですな。対戦状況は、良くなりましたって言おうと思ったけど、
よくはなってなかったようです。で後ろの緑コーラが怖いからこの陰の方行こう。あの本当は怖い、あげる、じゃああげる、あなたにあげる。バックスナイフが怖いからこっちに行こう。うわあ、ヨッシーさんも、ヨッシーさんもアップな、ほらね、こんな感じで来るからな。うん、このサーキット系コースは私苦手なんだよな。うわー、なんか飛んできた、ファイアボールか。お、赤コーラね。やっぱりね、ダメみたいです私。赤コーラがね、前回の生放送もだったけどスルーしちゃう。これはある意味やばいな、ある意味チートだなこれ。もう悲しい、まともにプレイができない。まあ、もっと改善策はあるのかな。トゲ来て、トゲ頼む、来ないか。最後ガチャもするか。まああと1列走って様子見るか。交換もしよう。ガチャは何も出ないのか。よしさんあげる、足らんか。後ろは何も来なかったか。あーそこ使うよね、ショートカットで。ダメだ。はい、キノコキャニオンになりました。次回はなんて言うんだろう、コキみたいなやつ。もうダメだ、だったわこれ。みんなロケスタしないわ。次回ね、なんかコキみたいなやつを買って、自分のデスクトップパソコンに取り付けて、なるべく 3DS 近づけてみ、ほら後ろの尻尾。なんかサイの人に当たってんだけど今の。まあこの動画で、ね、投稿するけどね、もう私どうやって見えてんだろうね、他の人、私を動画に撮ってほしいわ。どんな感じになってんだろう今の私は。あー失敗しちゃった。すごいひどいことになってると思うと。見えない尻尾に当たる、でもちゃんと避けてるんだけど。うん、コキ買ってこよう、Wi-Fi のコキね。さっきここで尻尾打った時3位の人に当たったからな。ちょっと見直したら分かると思うけど、ビビったわ。ほんと赤コーナーはスルーするし、まあ、エラーにならなかったっていうのはね、ちょっともう改善はできたけど、これはでも放送はできないわ。挟んだ後で、ああ避けた。ああやばい、当たっちゃう。ああ生きた、生きてるわ。よしよし。あ、結局こんな感じでございました。エラーになりました。うん、一緒に走ってくれた人ありがとうございます。私ちょっとまだまだね、回線が不調でございますので、ちょっと対策として次回はね、コキをねデスクトップにつけて、それを経由してちょっとやってみようと思います。Wi-Fi だからね。失礼します。自宅の回線がおかしくなりました。こんにちは、チョメです。ちょっと普通に動画にします。レート高くね。現在謎の悩みに悩まされております。マリオカート7に関してはエラーになるんです。私1レース走ったらもうエラーになってから、みんなぶつかってくるね。まともに生放送ができないなと。あとなんか自宅の、わー、アイテム取られた。自宅の回線も悪いみたいで、なんか回線がね、すぐ切れちゃってね、ツイキャスも拒絶されました。これは、家を出るということでしょうか。おー、6枚か。コイン取っていく。ほら、こんな感じなんですよ、私。こんにちは、チョメです。ですね、お、マスカットちゃんが来てくれた。じゃあ、お任せ。今日はね、テスト動画になります。部屋にね、Wi-Fi スポットを挿しました。なんかコキみたいな感じですね。それと、前ね、エラーにめっちゃなってたからね、これで、うわーもう最初から色々あっちゃったな。途中、最後まで走れるかな。で、あと、マイクちょっと変えました。マイクの先っちょに、なんて言うんだろう、なんかあるじゃないですか。息変えるやつ、
息防止みたいな感じ。今どうなってる大丈夫私うん、回線はいいと思うんだけど、なんか今当たってないのに当たった判定になったような気がするな。もうちょっと走ってみよう。で多分ね、うわーなんだ今の今の跳ね方は。なんだで、あと生放送も明日ちょっとテストするんだけど、もしかしたらね、もう生放送ね、画面なしでやるかもしれない。どういうことかというと、なんかツイキャスとかで私の声だけ画面は真っ暗みたいな感じで生放送をします。それで動画は私は撮影しときます、裏でね。だからその生放送は真っ暗なんだけど、次回私のなんか YouTube の動画で出しますよみたいな感じ。わあ、今日解説やからね、こんな感じであれだけどなんか動きがおかしくねえか、おかしくないか。果物さんと生き物さん、果物さんと生き物マンさん、生き物、いや違うか、生き物さんも走ってたからねさっき。まあノラにしようかなと思ってね、すぐ走れるから大丈夫なのかな。私は今のところラグとかはそこまでひどいのなってないから多分大丈夫だと思うんだけど、雷来たらすぐ来ると思ってたんだよな使っとけばよかったな。なんかそろそろ来るかなと思っとったけど、ああミスったな。カナピーな5位か。キノさんいいね。みんな潰れてくれ。赤コーラウィニングで潰してくれ。どうなんだろう、潰れる潰れんかった、良いか。じゃあこの続きはね、次の動画出します。ちょっと改善したら、じゃあ次のレース、今回これで終わる。結局1レース走ったらメンバーとの通信が切れました。これね、自宅の回線の問題説があるな。あ、ここで来い来い。ああごめん、なんか変な感じになってた。